皆さんこんにちは、リテラミリタの武部です。今日はですね、こういう状況でしたらジムに行けないとか、家でトレーニングするにしてもどういうことをしたらいいかわからないという方に向けて、上半身のトレーニングですね、今日は一緒にやっていきたいと思います。こういう状況で大切なのは、トレーニングの習慣を切らさないということですね。ジムに行けないから何もしないではなくて、少しでも結構です。家でトレーニングを継続して、次ジムがですね、オープンした時にしっかりと、それまでの体力を維持していること、体型を維持していること、そうすることでまたねトレーニング新たに、始めていけますのでね、そういうことを心がけていきましょう。はい、では始めていきましょう。最初はプッシュアップですね。2種目やっていきます。まず、膝つきますのでね、こういうマットか何か、もしくは、絨毯の上で、やるといいと思います。両膝ついていただいて、体ねまっすぐします。ですか。でここからプッシュアップいきましょう。10回いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。さあ次は普通のプッシュアップですね。これがきつい方はもう一度膝つきをやっていきましょう。ではプッシュアップ10回いきます。1、2、3、4。お尻上がらないようにですね。5、6、7、8、9、もう一度10。 OK。 さあ次は二の腕ですね。二の腕3種類やっていきたいと思います。はい、ではまずマットの上にこういう体勢ですね。両手、つきます。指は自分の方に向けてですね、こうではなくこっち向きつけていきましょう。でお尻少しだけ浮かしておきます。ここから少し肘を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さあ次はこういった椅子を使います。まあ何でもいいんですけどね、安全性をね確保してしっかりと確認してからやっていきましょう。まずですね、椅子に座ってもらって体側に合わせてですね手をつけます。そこからお尻を落としましょう。膝は90度でいきましょう。そこから下に落として上がっていきます。負荷がね足りない方は曲げてる膝をもう少しね伸ばして角度をね浅くしていきましょう。はい、4、5、6、7、8、9、10。さあ二の腕もう一ついきましょう。ここではね私3キロのこのボールを持ってるんですけども、もちろんペットボトル、まあ、もう少し大きいペットボトルがあればそれでもいいですし、こういったダンベルを持っていただいても構いませんですね。まず膝立ちになりましょう。膝立ちになって後ろでこういうふうに重りを持ちます。ボールがあればボールを持ってください。しっかり胸を張った状態で肘も伸ばした状態で後ろに1、2、3、4と動かします。いいですか。これも10カウントね、いきましょう。はい、いきます。1、1、3、4、1、2、3、4、3、2、3、4、5、1、3、4、6、1、3、4、8、1、3、4、9、1、3、4、10、1、3、4。はい、では次は広背筋やっていきましょう。背中の筋肉ですね。同じ椅子を2つこれは使いますので、ある方は2つ並べていただいて真ん中に自分が入る形になります。そこから両肘これについてですね、三角座りしていきましょう。こういう状態です。でここからお尻を上げる下げるです。 Thank you。 上げる下げる上げる
サークルです。これを10回やっていきましょう。いきます。1、2、体はまっすぐのままですね。3、後ろに倒さないように。4、まっすぐ上げます。5、6、しっかり両手を押して。7、8、9、ラスト10。 OK。 これがね、まだまだいけそうな方は足を伸ばしてね、同じように10回やっていただくといいと思います。さあ、ではここからダンベルを使って腕肩のトレーニングしていきましょう。ダンベルある方はダンベル、ない方はこういったペットボトルでも大丈夫です。何かね、あるもの、使ってやっていきましょう。はい、では両手肩の前に持ってきまして、膝立ちですね。はい、ここから両手上に上げていきましょう。上げた時にできるだけね、前にならずに耳の横に腕が来るように頑張ります。では10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では次は横に上げて前に出します。ですね、肩の位置まで上げて前に持ってきます。で、下ろして戻します。いいでしょうか。はい、では10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、では次ですね、次は力こぶ上腕二頭筋いきましょう。同じように膝立ちで、手のひらは向こう向けてですね、ダメル水持ちます。そこから肘を曲げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では次ですね、次は肩甲骨周りと二の腕ですね、もう一つやっていきましょう。同じようにダンベルもしくはお水を持って、次はね、こういう姿勢で少し股関節曲げて背中まっすぐして構えますね。ここからまず両肘引いて、後ろ肩甲骨寄せていきます。そこから両手肘を伸ばします。3、4です。1、2、3、4、2、3、4、3、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、ラスト10、2、3、4。はい、では次はスクワットです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 もう一回、はい、次レッドリフト行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 もう一回。
はい、では上向きになって子供を持って、よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。上半身もね、しっかりやると結構効くと思います。はい、そういう形でね、家でもねしっかりと引き続き、上半身下半身、そしてそれ以外にもねまた動画配信していきますので、ぜひ一緒にやって、この1ヶ月、まあ、いつになるかねちょっと分かりませんけども、乗り越えていきましょう。このチャンネルではトレーニングに関する情報やクライアントの皆さんからいただいた体に関するお悩み相談に対して私がどういう指導をしているかというのをいつもお届けしています。今日トレーニング一緒にやってみて楽しかった、またやりたいという方はぜひ高評価チャンネル登録いただければ嬉しいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。どうも、こっちでバイバイして。バイバイ。はい、あっち、せーの、バイバーイ。